ど、で今ってゆっくりで大丈夫。ここルームに来るようになって4年で、そこ次あの焦らないでたっぷりたっぷりいいんで、ちょっと高めにちょっと張り目あれにこいつに向かって喋る、こいつに向かって喋るよ。ドキドキカマゲーに参加してところどころで手伝ってしているけれど、カマゲーもここルームもああこんなところだな、この辺はもう全然もう張らないで、うん、低くて大丈夫。カマゲーもここルームもああこんなところだなと分かったような気になったと思ったら、いや違う、うんね、いろんなことが起こる。素敵。はじめまして、新しいこと、新しい人。そこまで続けましょう。はじめまして、新しい、覚えてこっちに向かって、はじめまして、新しいこと、あ、新しい人見て、でいいよ、とか言ってもいいです。いろんな人とことに出会い続ける。はじめまして、新しいこと、新しい人、立ち上がる、新しい、今見ながらやってるじゃないですか。あ、見ずにこうして、こうして見ながら声を出してるじゃない。そうじゃなくて見て覚えて、はじめましてって、ながらをやめるとすごく良くなる。いろんな人とことに出会い続ける、はじめまして、新しいこと、新しいこと新しい人、見る見て、立ち上がる、ほらほら、ああ立ち上がるで見た、立ち上がる見て覚えて見て、立ち上がる新しい空気かな、立ち上がる新しい空気ね、いろんな人とことに出会い続ける。はじめまして、新しいこと、新しい人、立ち上がる新しい空気あると思う。はい。でね、今あこれ見るとき間が空いちゃうって思うじゃないですか。全然撮って大丈夫なんで、ゆっくり見つけて、ゆっくり見つかんないぐらいはちょうどいいです。そうすると変化、間に変化が生まれるので、面白くなる。ちょっと戻って、蓄積が応用できることもあればできないこともあると思う。そういう変貌し続けるこの現場を楽しむことができる人、わからないことを面白がれる人、一緒に作っていきましょう。最後ですね、そのホームページ、が大事、もしかして。このわからないことを面白がれる人は大事ですね。大事なところ、じゃあこういう風にしながらやりましょうか。あれどれ、そういう変貌するようなこの現場を楽しむことができる人、そういう変貌するようなこの現場を楽しむことができる人、わからないことを面白がれる人、いいね、一緒に作っていきましょう。そのこれと言葉が合うように、さっきバッチリだった、わからないことを面白がれる人、そのぐらい押すと重要にな感じが遊びが出てくる。パーって思うと人ってふーって行っちゃうんですよね。鼻が開いたりとか、なんかちょっと、えとかね、言い間違えたりするのも面白い、本当は。なんか最初に私、わからないことを面白がる人ってカメラ目線で言った時にめっちゃスガちゃんの気分になった。スガちゃん誰、スガちゃんスガ、まさか総理大臣、あ、総理大臣総理大臣の気分、私そう、あ、スガちゃんやこれって思ったとりあえずここの大事なところだけでカメラ目線で、でこっちに来るときも全然焦らなくて、たっぷり時間取っていい、とか言っても大丈夫、行った方がいいぐらい、そういうとかがね入るんですよ、人に、とか、ち
ょっと待ってねとかそういうのの方が、うん、実はねバーって言うのに私は入ってこない、うんうん、見間違えられてほしい、一日見間違ってほしい太字になったらやっぱちょっと太字っぽい感じにしましょう。ですか、未だに何っていう、うんうん、なんかわかんないけど太字じゃないですか、うん、これ多分ペンが出なくなって、それはいいです、必然ですよ、これ必然です、ペンが出なくなって太字になってるのは必然です、ね、その時の臨場感さえも、うんうん、よし、ココルームに来るようになって4年、時々カマゲーに参加してところどころで手伝ってしているけれど、カマゲーもココルームもああこんなところだなと分かったような気になったと思ったら、いや違う、いろんなことが起こる、分かったような気になったら想像外のことが起こる、いまだに何って言えないけれども面白い、いつも大笑いしている、世の中のことが分かったらそれはそれで面白いかもしれない、そして楽かもしれない、そしたら次はいろんな人とことに出会い続ける、はじめまして、新しいこと、新しい人、立ち上がる新しい空気、蓄積が応用できることもあればできないこともあると思う、そういう変貌し続けるこの現場を楽しむことができる人、わからないことを面白がれる人、一緒に作っていきましょう。最後ね、すごいいいよね。めっちゃ演劇でした。演劇だったよね。うん、私この間チェルフィッチュ見たんですよ。おお。それすごい思い出した。うんうんうん。まあそうですそうです。チェルフィッチュもすごい思い出した。ダンスと演劇の間だから、言葉と体ってすごい密接なんですよ。うん。ね、すごい、ね、今よかったね、オッケーじゃない、じゃあ本番いきますか今のじゃないんだ。